毎度ヤンです。これ勝てばプラチナなんですけど、あえてネットワークが悪すぎなんですよ。でもまあまあまあ気持ちはわかるで、マジでここで待たずに終了して勝利したいんですけど、相手の気持ちを考えたら向こう多分切断したくても多分してないと思うんですよ。これは勝手に多分アプリが落ちたと思うんで、今回これ待ちたいと思います。見てください、この待たずに終了をぐるぐる回る僕の指、ぐる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 回っています。今ぐる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 、まあここで押してもうたら危ない、ここで危ない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 。はい、まあこんな感じで今遊んでいます。まあこれがいわゆる待たずに終了のボタンを遊ぶやり方っすね。はい、これみんな真似してください。何も楽しくありません。まあただ暇なだけであって、やっぱりまあプロスピ YouTuber としてやっぱりね、やっぱこういうのはね、やっぱり待っておく。おお、待てよ、さすが、来た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 、さあ戻ってまいりましたね。さあどんな相手とマッチングするのでしょうか。これ勝てばプラチナ、赤サタナさんよろしくお願いします。相手が山本由伸選手ですね。まあこれ勝てば僕プラチナランクようやくいけるということで頑張っていきたいと思います。さあやっていきましょう。え、待って、嘘やろ、アプリ落ち、俺アプリ落ちなっちゃった、ちょっと待って、待たんかったよかった。そんなことある、待って待って、アプリ落ち、えぐないっすか、えぐ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 、ちょっと待って、これえぐいやん、なんでなんで待ったのに。アプリ落ちはやばいってマジで。おお、試合を再開しています。待って、うせやん、待ってくれてるやん。奇跡、それでは奇跡起きた。そんなことある、いやーごめんなさい、トクトコ。ごめんなさい、送って、いや、お相手さんスタンプオフしてるんかな、まあお願いします。さあ相手が山本由伸さんなんでね、今回ボコスカ打っていこうかなと思っています。さあ当然ながら1番バッターイチロー選手ですね。さあ明かりをまず確認して、さあここでまあ待ってくれたことを後悔させてやるというぐらいのバッティングを見せていこうかなと思っています。さあこの辺り見ていきたいと思います。はい、引っ張る、オッケー、ナイスマッチ。さあ相手を待って待ってやったけど、結局戻ってきた時にはもう悪魔が待っていたというこの現実をちょっと見せていこうかなと思ってます。はい、オッケーオッケー、よう見てるよ。さあ豪華客さん2番バッターの仕事してくれる。さあ交渉中、あいスプリッター思った違う、スプリッター思った今。ああいい球投げるやん、いいよいいよ。さあ2エンツスライダー、うまい、いやーいやーマジか、ワインプレーヤーな、うまいうまいうまい。さあここで迎えるバッターはゴッドタイム。さあここで一発打てば、あー OK よ、見た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 。さあここでゴッドタイムを見せてくれ、いや OK OK よ、見てくれ。さあ2ボール、次らへんちょっとストライク来るんちゃうかな、ガママンガママン、そんな待ってくれないで、そんな打つわけないやんか。はい、ナイスマッチ、打っていく、いやいや、そんなもう嫉妬なんか打たんよ、そんな待ってくれた相手に、そんな打つわけないや、そんな。さあ4番バッター村橋、引っ張りたほう、オッケーナイス。さあここで村橋が長打が出たということで、ここで迎えるバッター吉信さんですね。さあ集中、ガンギ待っていく。さあガンギ待って、さあガンギ待ってから迎えるバッター柳田さんですね。さあここで高額打法が来てるんで、さあレフト方向にもブチブチブチかましていく。ナイス。やばい、ちょっと待って止まらん、これバチコリケイ。ナイスナイスナイス、やばいやばいやばい。さあここでテストを迎えるんですが、どうしよう、フォローするみたいよな、やっぱり。うおー、ソンチャーホー来た、おー来た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 、ノビチャーホー、ノビチャーホーがついてるぞ。あー OK、 やっぱーソンチャーホーは強いやろな、ツーシム出るかな、自信はない。ソロチェンジャー、くそー、いやー惜しかったな今、いやーツーシムね、 OKOK。 さあフォロースルーが見たいよ、ピョンって跳ねるんがいい、
やっと、あーくそー、今の捉えたやんか、コナミさん、今のちょっと。さあ、落合さん、はい、これは入ってないか、伸びないな、全然伸びないな。オッケーオッケー、6点オッケー、6点オッケー。さあ、打者一巡したっていうことで、ここ一回ちょっと丸さん行こうか。ここ丸さん行ってホームランで終わらせましょうか。まあ僕がアプリ落ちして待ったことをちょっと後悔させるぐらいのバッティングをして、やっぱり終わらせてやっていきたいと思います。まあ気持ちよくプラチナランクいけたらね、それでいいんで。さあ、ここで丸さん集中。さあ、ツーシーム警戒してるよ。いや、いや、いや、すら恐ろしい、ゴキた悪魔が帰ってきました。まあここでサクッと終わらせていきましょうか。さあ、ここで高速スライダー1回投げて、はい、ここで、はい、ナイス。で、ここで内角のツーシームですね。ここギリギリよ、ギリギリ、オーケー。いや、いいね、おーってめっちゃ引っ張ってくるやん。これは何、読み打ちなのか、読み打ちジャイアンツしてんな、相手。多分1回ここ甘土投げようか。1回甘土投げてみて、いや、打ってくる、マジで。ちょっと待って、まあ、あえてガチガチ引っ張ってくる間はちょっと外角で攻めたら大丈夫。これも引っ張ってくれる、オッケー。さあ、これはレフト取れる、オッケーオッケーオッケー。さあ、相手か、さあ、おお、外来た、外さん来ちゃったか。さあ、ここで追い込んで、ここの内角ビタビタいこう。ここのビタビタストレート、はい、三振。いやー、三振取られんか、オッケー、ナイス。ありがとうございました、赤佐藤さん、優しい方です、本当にありがとうございます。あ、どうも、今回僕ちょっと感動してね、アプリ落ち、またらアプリ落ちした時、また待ってくれてたあの優しさ、赤佐田さん、ほんまにありがとうございました。今回ちょっとヒーローインタビュー真面目ですけど、あ、終わってしまいました、すいません。ってことで、無事プラチナランク上がれたということで、皆さんまたチャンネル登録、高評価、コメントをぜひお願いします。ではまた。